こんにちは、緑川です。今日はね、こちらの毛糸で、V ネックのカーディガンを編もうと思っています。で、グラニーステッチでね、 V ネックのカーディガンを編みますが、今日はね、私お尻すっぽり丈で編みたいなと思っていまして、身頃はね、グラニーステッチで編むんですけれども、裾の方は可愛らしい模様をね、何か編んでみたいなと考えています。そして使う毛糸はこちらのスノードッツです。これはキャンドゥさんのお色だと思うんですが、1番というお色で、今年の春にね、五松産業さんのサイトから、まとめ買いをしたものです。たっぷりあります。はい、はい、いくつも作品ができるぐらいね、たくさん買っていまして、はい、今回ね、初めて開けました。こちらはね、スノードッツアクリル85、ポリエステル10、ナイロン5、はい、そして 25g 59m です。かぎ針のおすすめが7号から8号になっていますね。でね、今回はこちらの毛糸に、このメルカリさんで買った、極細のラメをね、入れてみようかなと思うんですね。はい、キラキラ。これとっても細いんですけれども、上品な光があるんですね。でちょっとね、チャレンジだなと思うんですけれども、はい、ほどくとね、多分糸がダメになっちゃうかなと思うんですね、こういうのって。けどちょっとね、入れてみたいなと思いますので、引き揃えをしていこうと思います。これもね、使っても使っても減らないのでね、頑張ってね、使おうと思います。はい、このような感じのすごくね、可愛いね、モヘアになっています。はい、このね、時々こうふっくらしてるね、こういうところがポイントです。もうこの色が可愛すぎてね、はい、買ってしまいましたので、春にね。はい、ではね、やっていきます。で、今回はね、トップダウンで襟から裾に向かって編んでいくやり方です。まずはね、土台となる作り目を編んでいきます。はい、グラニーステッチで編む時の土台の編み方をこれからやっていきます。はい、ね、かぎ針の方は、5ミリ8号で編もうと思います。はい、ではまずね、はい、編む準備をして、はい、ここからね、鎖編み長編みをしていきます。鎖編み1、2、3をして、長編みの準備をして、1目目に針を入れて、私はね、2本取る派ですね。はい、そしてここで長編みをします。そうすると鎖編みと長編みの足の間に隙間がありますね。はい、これをね、次の段編む時の土台にいたします。鎖編み1、2、3をして、長編みの構えをして、そしてね、ちょっとこの赤いところもそうなんですけど、この鎖編みの一番上の左半目とこの糸、はい、取りますね。そして上糸を伸ばして、長編み、はい、そしてここを押さえます。次に行きますね。鎖編み1、2、3をして、長編みの構えをしたら、この爪で押さえたここ、鎖編みの3番目の手前側と隣の糸、この2本をね、すくって長編みをします。はい、もう一回行きますね。ここ押さえておきますね。この2本、鎖編み1、2、3をして、はい、長編みの構えをして、前の鎖編みのところですね、はい、この2本、長編みをします。はい、ここ爪で押さえておきますね。鎖編み1、2、3をして、この糸と隣の糸の2本をすくいます。はい、かわいいですね。やっぱりこのラメね、すごく細いんですけど、すごい綺麗ですね。
でね、ここに左側が長編みの足で、右側が鎖編みという感じで、こういう風にね、大きな鎖編みになっていきます。で、これを、私は60センチ超えるぐらいね、これを編んでいきます。はい、作り目をね、編んでいきました。はい、今ね、ここではね、数、編む間はね、数が必要ありません。だいたい60センチ少しぐらいな感じで編んで、数が決まってから編み足したりほどいたりしていきます。はい、でね、今ね、私、ここが今編み終わりましたのところで、こちらが編み始めなんですが、この向きで編んだから、こちら側が今鎖編みで、こちら側が長編みの足がありますね。こちら側が鎖編みになっていて、今ね、平らに置いています。はい。それではね、説明をして目数をね、決めていきましょう。今日は V ネックのカーディガンです。はい。このカーディガンです。で、今回ね、はい、分かりやすくやっていこうと思います。私の希望、首の後ろは24センチ、こちら側は半分の12センチを目安としますね。はい。そして、まずはね、この24センチが何目必要かっていうのを定規を当てて数えていきますね。24センチ分をこのようにね、平らに置いて定規を当てて、この作り目が何個分かなっていうのを数えます。はい。10か11ですね。どちらでもいい感じなんですけど、そうですね。11にしておこうと思います。はい。11目ですね。はい。11、グラニーということになります。そうすると、ここがね、ほぼ半分ということになるので、5か6ということになります。で、そうですね、5か6。はい。1、2、3、4、5、6。はい。ここは私は6目にしておこうと思います。で、今回はね、ここが奇数、11目とか6目、奇数偶数に気にしなくて大丈夫です。はい。どちらでも大丈夫ですね。はい。そして、まあ私は今回ね、後ろが24で、首の脇、横の方が12センチにしましたが、これはね、わかりやすいから、まあ半分にしていますけれども、ご自分のね、普段着ていらっしゃる、お召し物をメジャーで測ったりして、目安を検討なさってください。はい。ではね、印付けをね、していきます。で、まずね、印付けをするところ、はい。丸で書いていきますね。そして、ここに、もう一目あります。はい。で、今ね、丸で示したところに、今から黄色のマーカーをつけていきますね。はい。で、まずね、ここは1目取るので、はい、こちらからですね。はい。ここから2番目にマーカーをつけます。ここですね。はい。ここにこのマーカーをつけます。編み始めの方の、はい。2つ目の鎖編みのところにね。はい。編み始め側ですね。はい。そして、今ね、これをつけて、次6目ですね。1、2、3、4、5、6の次。はい、7番目。これが私のここですね。はい。今6で7番目。という風にね、やっていきます。次は11ですね。マーカーの隣から11目数えます。1、2、3、4、5、6、7。8、9、10、11数えて12番目。はい、これがね、ここです。はい。そして、またここに6目ですね。はい、これと同じですから、6目。はい、またね、マーカーをつけます。1、2、3、4、5、6して、次。
そうすると、ここにプラス1があるから、私2つ多かったので2つほどきますね。はい、うまくほどけるでしょうか。よかった。モヘアはね、本当に気を使いますよね。はい、こうですね。はい、一旦マーカーで止めます。はい、このようにね、黄色のマーカー4箇所は、ここからつけて1,2,3,4とつきましたね。間に6、間に11、間に6となりました。はい、で皆さんもね、このようにして、作り目を編んで、ここのサイズを決めになって、目数を数えて、このようにマーカーをつけてください。それから今日のね、カーディガンのイメージなんですけれども、あの V ネックですね。はい、V ネックになります。前立てがあります。はい、今日はね、私ちょっとお尻すっぽり丈がいいなと思っていまして、グラニーステッチでどん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 編んで、まあ、お尻すっぽりぐらいになるときに、はい、ここにちょっとね、可愛く編みたいなと思っています。はい、ちょっとね、こう裾の方にね、綺麗な模様をね、つけたいなと思います。はい、そして袖の方なんですけれども、袖ね、ちょっとね、まだね、考えてなくって、ポワン袖にするか、七分にするかね、ちょっと考えているんですよ。で、まあ、例えばね、七分袖にするんだったらこんな感じだし、もしね、やっぱりポワン袖がいいなと思ったらこんな感じです。はい、で、まあ、身頃ができて袖を編む時にね、考えてみようかなと思います。はい、はい、それではね、1段目を編んでいきます。で、今私がこう構えているのは、さっきね、作り目を編んだ向きのそのままですね。右側に鎖編み3目があって、左側にね、長編みがあります。そしてここのところから、はい、あの1段目をね、編んでいきます。この穴にね、長編みを編んでいきます。そして、一番最初、はい、ここね、立ち上がりなんですけれども、鎖編み3目で編むか、長編みで立ち上がります。どちらでもお好きな方で編んでください。ここのところはカーディガンなので、後でね、細編みで前立てを編むことになりますので、はい、長編みの立ち上がりじゃなくてもね、大丈夫ですね。はい、後で細編みを編むので、お好きな方で立ち上がりの目を編んでください。私はね、鎖編み3目で編むとね、いつも何か間違ってしまうので、はい、定番の長編みで立ち上がります。ではね、長編みの方はここにね、編み入れます。即に鎖編みの方はここから鎖3目をまずね、編みます。はい、それではね、まず立ち上がりの目を編みます。長編みの立ち上がりは1本の動画になっています。リンクを貼っておりますのでね、初めての方は一度そちらの動画をご覧になってください。はい、立ち上がりの目1目編みました。はい、そして鎖編み1つ編んで、はい、同じところに、ここにグラニーステッチ、長編みを3本編みますね。ね、どんなカーディガンになるでしょうか。想像がまだできないんですけど、今ね、秋冬物の毛糸がいろんなお店でね、出ていますね。はい、百均さんでも、大手の手芸店でもね、いろんなモヘアがね、出ていますので、ぜひね、皆さん新しい毛糸もし買われたらね、お好きな毛糸でテンション上げ上げで編んでいただければと思います。私はね、まだ、わざわざね、買いに行くってことをしてなくて、外出したついでにね、帰る時があったら立ち寄って買うっていう感じなので、今のところね、あんまり新しいものを買えてなくて、つい先日ね、久しぶりにキャンドゥさんに行って、スターリリーだっけお願いましたけれども、はい、近いうちにね、それでも編んでみようと思います。なので皆さんね、お好きな毛糸、お好きなモヘアでね、編んでいただければと思います。波太毛糸とか中細でも編めますのでね、はい、どんな毛糸でもお好きなもので編んでいただければと思います。そして間に鎖1を編んで、はい、そしてここですね、
黄色のマーカーがあるところは増し目ポイントなので増し目をするところです。まずね、長編みを編んでいきますね。1つ、2つ、はい。そして鎖編み1、2、同じところに長編みを1、2、はい、黄色のマーカーをつけた増し目ポイントは長編みに鎖に長編みになので2、2、2と編みます。どの角もこのマーカーをつけたところはこのように編んでいきますね。はい、ではね、次に進みます。鎖1をして、はい、またこの間ね、はい、長編みの足と鎖編みの間です。グラニーステッチなので長編みを3本編みますね。ふんわりふんわり編んでいます。軽い着心地にねなるかなと思います。その分ね、お尻すっぽりにしたいなと思っていますね。そして鎖1、はい、これを繰り返していきます。はい、長編みの足側にとって長編みを3つ、鎖を1、はい、また次の長編みの足に長編みを3つ。もうね、柔らかくてね、本当にねこの毛糸大好きですね。この色、この毛糸だけで編むのがね、私本当にもうね夢でした。半年寝かせちゃったのでね、はい、買った時がねもうシーズンの終わりだったからね、そのまま箱に入ってたんですよね。なのでね、何着分もあるのでね、たくさん、はい、編んでいきたいなと思いますね。引き揃えとかもしてね、はい、もうね、やっぱり編み物はね、好きな色、好きな触り心地で編むのがね一番楽しいですね。はい、次の角までね一旦編んでみますね。はい、で今回のカーディガンの編み方は、はい、こんな風にやっていきます。長編み3、鎖1、こういうラメの糸が欲しいなっていう方はね、大手のね楽天さんとかヤフーさんでも売ってるのを見かけるんですけれども、私はね、あのメルカリさんでね、おまとめで安く出してらっしゃる人から、はい、たまたまね運がよく、はい、買ったものです。はい、全部そうなんです。はい、でもね1回か2回買ったらもうね1年以上あるっていうか、もうまだ何年分もありそうです。はい、工業用なのかな。はい、大きいですからね、全然減らないです。はい、そして角が来ました。はい、このね長編みの足のところにまた角の編み方2、2、2でしたね。長編みを1、2編んで、鎖編み1、2編んで、さらに同じところに長編みを1、2、はい、2、2、2と編みました。そして鎖1をして次に進みます。長編み3本ですね。編み間違ってほどきたくないからね、ちょっといつもよりスピードが遅くて慎重に編んでおります。はい、はい、ね、ちょっと見てみますね。今ね、はい、このようにね、先ほどの絵に照らし合わせるとこのようになっていて、ここが、前立てになっていくところで、ここが首の横で、今からここを編むところが首の後ろということになります。で、黄色のところでね増し目をしますので、こういう風にね四角くなっていきます。それではね、端の方まで編んでいきましょう。はい、最後の方までねやってきました。最後のね、増し目の印のところ2、2、2とね、今ねここを編んだところです。そして最後の1目のところです。ここはね、はい、編み始めと同じように編みますので今からやっていきますね。はい、
ここはね鎖1をしています。そしてまずはこの長編みの足の下、グラニーステッチで長編みを3本続けて編みますね。はい、そしてここで、ここもね、はい、V ネックのために鎖1、そしてもう一回長編みをしておきます。編み始めもこのようにね編んでいましたね。はい、このように最後編んでいきます。でこの編み方はしばらくの間当分続きます。はい、それではねひっくり返して2段目を編んでいきます。はい、2段目を編みますね。まずは鎖編み3目が長編みで立ち上がります。長編みで立ち上がる方はここのね最初の長編みのここに編みます。押さえて回して、はい、まずは立ち上がりの目を編みました。はい、マーカーをねつけておきます。はい、そして下と同じように鎖編みを一つ編みます。はい、そしてここにね最初のここ長編みを編んでいきますね。はい、グラニーステッチをしていきます。はい、長編み1鎖1をして最初の隙間前の段鎖1で開けたところにグラニーステッチをしました。はい、そして鎖1をして、はい、また次の鎖1のスペースに長編み3本ねグラニーステッチをしていきます。はい、最初のこの編み方をこの後も繰り返していくことになりますね。はい、鎖1をして、はい、次ねここです。増し目をした黄色のマーカーのところに来ました。ここはこの鎖2の間に下と同じように222を編みます。長編み12編んで鎖編み2つ、そして同じところにさらに長編みを1、2編みますね。はい、増し目の真ん中にまた同じ増し目で222と編みます。はい、これをね角はいつもこのように編んでいきます。鎖1をして、はい、そして次はこの隙間にグラニーステッチ長編みを3本編んでいきます。鎖1、次の隙間にグラニーステッチ長編みを3本編んでいきます。はい、角が来たらこのようにね増し目をするのを忘れずに進めていきましょう。はい、2段目のね最後のところに来ました。今ねここに長編み3鎖1を編んだところです。そしてねここですね、前の段と同じようにねこの鎖1の隙間にまずはね長編みを3本編みますね。はい、そしてここは、はい、あの増し目をねこの一番端っこは V ネックのために鎖1をして、そしてこのマーカーをしていたところ、はい、ここに針を入れて長編みを1本、最後のところね長編み3鎖1長編み1と終わりました。前の段と同じことをしました。はい、
ではね、3段目の始めをやってみます。はい、前とね同じです。3段目の最初、立ち上がりの目をね、長編みか鎖編み3目で編みます。一番上、頭にはマーカーを必ずつけておきましょう。はい、立ち上がりの1目、鎖編み3目が長編みを編んだら、ここで鎖1をして、そしてこの隙間に長編みを3本。はい、これを前段ね、編み始め、編み終わり、同じようにしていきますね。はい、今までと同じです。鎖1。はい、そして次のスペースに長編みを3本。はい、もうね、なんか夢のようなね、編み地が広がっています。すっごい可愛いです。嬉しいですね、こんなに可愛いカーディガンができたら本当にいい感じです。はい、そして、はい、整えてみます。はい、入ってるかな。あ、入ってますね。はい、でね、これが先ほどの図と同じ向きなんですが、こちら側が後ろ身頃ですね。で、こちらの方が肩の方になっていって、こちらが今2段、こちらが今3段ですけど、こう斜めにねなってきていますね。ここは鎖1をして、長編み1を編んでいるから、このようにね斜めになっています。はい、ということで、この編み方をずっと繰り返していきます。そして、目安になるのは2つ。はい、こちらが V ネックなので、これがねだいたい出会うぐらいまでということと、あとは、これがね身頃の幅になりますので、はい、ご希望の身頃の幅になるまでという感じです。ここがねだんだん大きくなっていきますね、これから。で、こういう風に考えます。着用イメージはね、こうなりますね。はい、角を合わせて、はい、これがね襟のイメージです。で、この斜めラインがこんな風にね両方育って、この辺で出会うという形になります。そしてだん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 広がっていきますので、この身ごろの幅がだいたいご自分の希望になるまでという2つの目安を参考に、このままね同じやり方で編み進めていきます。で、私の身ごろの幅の希望は、今回ねモヘアっていうこともあってね、ふわっとね大きくね編みたいんですね。ふんわりお部屋で着たいなと思いますので、55センチよりはちょっと大きいぐらいがいいかなと、はい、思っております。割とねビッグなシルエットでふんわりねゆったり編みたいなと思っております。それからね、もう一つですが、こちらね襟ぐり、とても開いているように見えますが、こちらはね身頃や袖が終わった後に縁編みをしますね。カーディガンの前立てを細編みで編みますので、例えば3段5段7段と編んでいきますので、ここはね今より狭くなっていきますので、なんか大きいなと思ってもね、はい、ここで、ご希望の段数を編むことができますね。はい、5段7段編んで前立てをしっかり編むという感じになりますので、今よりはここは狭くなっていくということもね、頭の隅に入れておいていただければと思います。それではね、私も希望の身ごろの幅になって、だいたいこの V ネックが出会うかなというところまで同じ編み方で編んできます。はい、身ごろの方なんですが、今ね私のは9段目まで編んだところです。ちょっとね見てください、この可愛くてキラッキラ動画でどう映ってるかな、どうかな。もうね、この本当に細いラメなんですけど、すごいね綺麗になって、しかもこのねスノードッツも可愛くて可愛くて、もうどうしようっていうぐらいね可愛くて、楽しくルンルン編んでおります。はい、でね、9段目まで来まして、十分な、はい、私ゆったりサイズにね軽く軽やかに羽織りたいなと思ってまして、ちょっとねもう十分かなと思うところまで来ております。
今ね58センチぐらいになっています。それから、このね腕の高さのところもね22センチということで、はい、冬なのでね中にいろいろ着るかなとも思うのでこれぐらいでねいいかなと思います。でね、これから10段目でここの脇のところを合体分割をしていこうと思いますね。はい、編み地を合体することによって袖が分割されるという意味です。ではね次これから10段目です。はい、で皆さんはね、まずね希望の身頃に大体なっているかなということと、私が今この高さを測りましたようにね袖の開け口になりますので小さくないか確認します。大きい場合はここをね剥ぎ合わせをして袖を短くすることができますが、最初から短いままにして合体してしまうとね大きくすることが難しいですから、ここの開け口はねお手持ちのお洋服などと、比べてみて十分開いているかっていうのをね確認してください。まあ、20センチあればね大体大丈夫かなと思いますが、個人的なね好みなどもありますので、はい、十分ね確認をしてください。それではね、まずねここのところなんですが、次までね増し目をしてもしなくてもねどちらでもいいんですけれども、私の場合奇数偶数だったんですけど、はい、ここでねもうね増し目をやめるっていう風にねしようと思います。増し目をしないで進める。で、はい、ここにね編んでいきますけれども、まずこの1目目にね、はい、今まで通りまずは鎖編み3目が1目目で立ち上がりますね。はい、そして、鎖編みをもうしませんので、ここでこのスペースにあとね長編みを2目いたします。はい、これで3目分となりましたね。はい、ここにね鎖位置を入れませんでした。はい、そしてあとはグラニーステッチを進めます。鎖位置で長編みです。結構ねこのラメを引き揃えたらラメだけがこう飛び出したりするのでね、結構ね気を使いながらね編んできました。でね、ここからねこの角のところまでまずね進めてきます。はい、私のね10段目です。今ねここから編んできましたね。そしてここが222のね角になっています。はい、分割合体はねとても簡単なので、はい、心配しないでくださいね。はい、でねこの角にもグラニーステッチをね編みます。はい、ここをね今まで角の編み方で222で編んできましたが、今からそれが変わってここに長編みを3本編みます。はい、もうね角じゃなくなるという意味です。角はね前の9段目で終わりということです。見た目がこのようになりますね。この角、はい、222の角だけど長編みを3目編みました。はい、そして次に鎖1をします。そしてここから私の後ろ身頃の角をね持ってきます。今ねカーディガンは逆さま向きです。ここから私は編んできました。そしてはい、ここが今ね角に長編み3目を編んで鎖1をいたしましたね。はい、そうしましたら、この後ろ身頃の角を連れてきます。ここが私のね左の袖になるところになりますので、はい、このようにね向かい合わせに置いていただいて、後ろ身頃のこちらの角なんですけれども222とね編んでいましたね。ここに先ほどと同じように長編みを3つ編みますね。グラニーステッチをいたします。このようにね繋がりました。
角に長編み3、鎖1長編み3という風にね、角の編み方をやめて普通のグラニーステッチに変えたということになります。これで、脇と袖が分割されて、ここが袖になったということになりますね。そしてこの今からの後ろ身頃、はい、後ろ身頃ね、はい、ずっとこのまままたグラニーステッチを編んでいきます。はい、後ろ身ごろねずっと編んできて、はい、こちらのね角に来ました。またね合体分割をしていきますね。お向かいにあたる身ごろを持っていきます。はい、そしてこちら側ね、まず、鎖1をして、この222の角に、角はもう編まないから長編みを3本グラニーステッチを1つ編んでおきますね。そして今までのように鎖1をして、反対側の角を連れてきて、ここが袖になるということになりますね。はい、ではね、この角、はい、鎖2だったところにこのまま長編みを3本編みますね。はい、これでね、はい、脇と袖が分割できたということになります。はい、10段目ね、終わりのところまで来ました。今長編み3したので鎖1をしますね。そしてここは編み始めと今回は、同じようにします。まずね、この1の鎖1の隙間にね長編みを2つ編んでおいて、はい、そしてここにね3目分編んでしまう方法もねあるんですけれども、どちらでもいいですね。こういうことです。この隙間に長編みを3本編んで、これでこの段を終わりにしてもいいですし、3本目だけ、はい、このマーカーをしていたところに編む、はい、見た目そんなにね変わらないので、はい、どちらの編み方でもね大丈夫です。このようにね10段目が終わりました。はい、今ね10段目が終わって分割をしたところですね。はい、今ねこちらが襟ですね。はい、ここ先ほどね、はい、角のところに長編み3、鎖1長編み3を編んで、このように袖と身ごろが分かれました。はい、こちらも同じです。はい、このようにねなりました。この時点でね、この袖口が小さいと大きくはできません。大きい場合はね、後でここ剥ぎ合わせができますので、はい、このあたりをご注意なさってください。はい、このようにねちょっとはみ出てますけどね、こんな感じで ものすごい可愛いです。それではね、11段目です。増し目がなくなりましたね。はい、11段目をいたします。増し目がなくなりましたので、ここはねまず立ち上がりの目を1目編みますね。はい、この長編みの頭に編みます。はい、鎖編み3目か長編みでまずね立ち上がります。はい、そしてマーカーをつけておきます。そして鎖1したらここに飛びますね。この長編み3と長編み3の間に飛びます。今のは社長さんがね膝から飛び降りました。はい、もうねずっと一日中くっついてるんですよこの頃。はい、そして今ねグラニーステッチを進めたところなんですけれども、はい、もうね斜めに増し目をしないのでこのようになりますね。ここは一番端に長編みを1、鎖を1、そしてここからは普通にグラニーステッチをしていくことになります。はい、今ね、11段目をね右の方から編んできて、ちょうどね
最初の分割地点に来ましたね。ここの鎖1をしましたね。でここのね編み方なんですけれども、あのここの鎖1のところ側にとってもいいですし、はい、鎖編み1のところにね針を入れても大丈夫ですね。こんな風に、はい、今ね鎖編みの、はい、2本を取ってねこのようにね長編みを編んでみました。はい、こんな感じでねあのずっと見た目が同じグラニーステッチが並ぶという感じでつないでいただければ大丈夫です。はい、このようにねなりました。はい、11段目のね最後のところです。編み始めとね同じようにいたしますので、編み始めを思い出していただいて、鎖1をしたら一番端の前側をしていたここね、ここに長編み1目で終わります。はい、ね、こういう見かけになります。はい、そして12段目をね出します。で12段目の編み始めは2つ前と同じね、偶数段は偶数段の始め方、奇数段は奇数段の始め方ということになります。ではね12段目の始め方をねやってみますね。1つ前のここと同じということになります。まずは鎖編み3目か長編み1目で立ち上がります。はい、そしてマーカーを必ずつけておきます。はい、そして偶数段は偶数段を見る、ここですね長編みが3目続いていますので、ここは、はい、この隙間にあと長編みを2つ編んでおきますね。はい、鎖1、そして隣に進みます。ですのでこの12段目のね編み終わりのところもこれと全く同じことをねいたします。そして偶数段奇数段の編み始め編み終わり、これを気をつけながらずっとずっとねお好きな段まで編んでいただくことになります。はい、ずっともうひたすらねグラニーステッチの編み方で長さを出していきます。編み始めと編み終わりが偶数段の終わり方始まり方、奇数段の終わり方始まり方、そこだけね気をつけて編んでいきましょう。はい、2つ前を見ながらね進めていただければと思います。そしてこのようにね今ねちょっと、はい、丈が短いちゃんちゃんこ的な感じになっておりますが、私的にはもうねこのふわふわがもう嬉しくて楽しくてね仕方がないですね。本当に可愛いのでこれねふわっとお家でね羽織ったら気分いいなと思うんですよね。はい、それではね、これを私は、お尻すっぽり丈まで編んで、来ようと思います。でね今回の動画はね、2回ではちょっと難しいなと思うので、はい、3回かもしかしたら4回、はい、できればね3回で終わらせたいなと思いますが、はい、ちょっとねカーディガン工程も多いし、あの裾編みをね編み方を変えたりするとまたその説明の分があるので、はい、分割してお届けしようと思います。前編はねここまでとなりまして、私はこれをまずねお尻すっぽり丈まで編んで、はい、次の動画では、裾の編み方をやっていこうと思います。お時間があれば袖まで行くかもしれません。まずはね皆様も、お好きな長さまでだいたいね編んできていただければと思います。そして模様編みの長さなんですけれども、ちょっとね何段か1、2、3、4、6段分ぐらいをね予定しています。だいたいで6段分1、2、3、4、これぐらい部分ね、はい、6段分ぐらいを、模様編み裾をねスカラップにしてちょっとねあの編んでみようと考えています。でもちろんねそれをしなくてね
グラニステッチで終わっていただいてもね、もちろん大丈夫です。お好きな方で編んでください。それではね、はい、前編はここまでとなります。はい、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。はい、このカーディガン一緒に編んでみようかなと思ってくださった方はぜひね、高評価ボタンをお願いいたします。またリカチャンネル編み物部ではこのようにね、カーディガン、ウエア、ブランケットや膝掛けバッグなど様々なものをね、編んでおります。ぜひね、ご登録がまだの方、ぜひ登録していただいて一緒にね、編み物を楽しんでいただければとっても嬉しいです。登録お待ちしております。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどりかわでした。